ながらっていう非常に低いところで小針にしたらコルクロールを取り入れながら小針に垂直をつけるのかな。ちょっと遠いですからね、もっと近くでやればよく分かるけど遠いですから、あの水を切る可能性を置いて、そこはちょっとね距離を集めた方がいいと思いますね。はい、リングでコルクロールをしていただければね、すごいと思います。下がってきてラダーをつけるというのもいいんじゃないですか。ラダつけるよ。今左の長荒木をこうやって動くでしょ。ラダつけるよ。たぶんたぶんたぶん一緒に首を振らながらキックでしたね。あれはちょっとできるぞ。はい、低空でローリングコブラをしております。ローリングコブラ、コブラというのはあの例のヘリのコブラですね。頭を上げた、この頭を上げた状態で、ロールをつけていく、非常に難しいんですね。テクニシャンですね、徳永清又、垂直降下とすごい動きが見えております。徳永さんがどうも、コブラの状態で、ヘッドアップした状態で、着地をご覧になっていただきます。両方が入ってます。はい、左手、昭和市の竹村木、エンジン2発、昭和市でいい音してますよね。ちょっと昭和市の音を聞いていただきたいと思います。あ、本当か。徳永が着水です。見てくださいね、どうやって降りてくるか、どうやって降りてくるかご覧いただきたいと思います。多分このままで絶対金で落とすのがいいと思う。はい、アクロス2機がですね、独特の着水をするそうですから、あのままご覧ください。今ガスケットという音をやっております。ガスケットでエンジンが止まりまして、ちょっと名誉しようと、あと長らく期待したいと思います。どうにるか、どうにるか、お見事でございます。はい、ちょっと飛ぶな人で、ね、燃料が数的にならなかったようですね。はい、でも見事な、ありがとうございます。